今回は、日本の歴史の中でも最大のミステリーの一つとされる、邪馬台国と卑弥呼の謎に迫っていくぜ。おお、ついに卑弥呼の謎が解き明かされるのかしら？その通り。でも、邪馬台国や卑弥呼のことって、研究者の間でもかなり意見が割れているのよね。そうだな。だから今回はこれまで取り上げてきた、門外不出の口伝、青鞜竹之内文書の情報をもとに、数々の謎を解き明かしていく。おお、それは斬新な話が聞けそうで期待大ね。じゃあ、早速邪馬台国と卑弥呼に関する3つの謎にズバッと切り込んでいくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。邪馬台国と卑弥呼の謎とは？まず、邪馬台国と卑弥呼に関しては、主に次の3つの謎があるんだ。1つ目は、卑弥呼とは誰か。2つ目は、邪馬台国はどこにあったのか。3つ目は、なぜ古事記や日本書紀に卑弥呼や邪馬台国の記述がないのか。確かに危機には何も書かれていないわね。そうだろ？邪馬台国と卑弥呼について書かれているのは、なぜか中国の歴史書だけで。中でも三国志の魏志倭人伝が有名だな。魏志倭人伝によると、卑弥呼がいた当時、日本は多くの男の王が統治していた小国に分かれていた。そして、2世紀後半になると、その小国同士が争い始めて、戦乱状態になった。そのため、卑弥呼という女子王として擁立し、連合国的な組織を作った。それでようやく世情が安定した、と言っている。ふむふむ。卑弥呼の人物像は、こんな風に記されている。軌道に仕え、よく大衆を惑わし、その姿を見せなかった。生涯夫を持たず、政治は弟の補佐によって行われた。この軌道とは、呪術、または占卜のような占いだと考えられている。また、王になってからは、弟以外に姿を見せなかったし、住んでいる場所は厳重な警備がされていたという記述もある。そして卑弥呼が亡くなった時には、100人が一緒に埋葬されたとされているから。国の動向を左右するような権力を持った、神聖な巫女のような立場だったんだろう。私と同じ巫女だったのね。霊夢みたいなボケ担当ではなかったと思うぜ。ボケだなんて失礼ね。天然と言って、天然ならいいのか。卑弥呼が亡くなった後、再度男の王を立てたけれど、それには従わない国ばかりだったから、また争いが起こった。そこで、今度は卑弥呼の血縁である、豊という13歳の女子王に立てた。それでまた国が安定したようだ。女は強しね。この豊は、豊とも、伊予とも言われているが、こちらも誰だかわかってはいない。へえ、謎だらけね。今の日本でも、女性がトップになったら安定するかしら。もしもそうなら、ぜひ女性に首相になってもらいたいものだけどな。ちなみに、卑弥呼の名前に卑や邪馬台国に横島という、ちょっとダークなイメージの文字が入っているのは、中国が自国以外を蔑む傾向があったからだな。今でも中国は、チャイナイズナンバーワンって感じだしね。そうだな。じゃあ、次に卑弥呼が一体誰だったか、という話に入っていこう。卑弥呼が実際に存在したか。存在していたなら歴史や神話上の誰が該当するのか、という点については、いくつもの説がある。メジャーなところでは、アマテラス大御神、神宮皇后、ヤマトトトヒモモソヒメノミコトが代表的な候補だな。アマテラス大御神って、神話の神様が歴史上の人物として存在していたってこと？そうだ。天皇の在位期間から算定して特定したとする説もあるし。アマテラスの別名お昼目の無知の昼目が日の女という意味だから。太陽に仕える巫女、つまり卑弥呼につながるという説明もある。神話上の神様が卑弥呼っていうのはちょっとピンとこないけど、理屈はわかるわね。あとは、ちょうど卑弥呼が亡くなったとされる近辺に皆既日食が起こったことがわかっていて。それが天の岩との話とリンクすると言っている人もいるな。おお、神話でスサノオが暴れ回ったせいで、起こって洞窟に隠れたあの事件ね。以前の動画でも出ていたけど、天の岩と事件が皆既日食だとする考えは自然よね。そうそう。それから、卑弥呼アマテラス説では、卑弥呼の後継者の豊は、アマテラスの息子とされる押し込み耳の妃になった、よろず旗豊秋津姫としているようだな。アマテラスが未婚だったことや、ちょっと、というかかなりイメージは違うけど、スサノオという弟がいた点も危機と一致しているわね。そうなんだ。二人目の候補は、神宮皇后だ。神宮皇后は、第14代天皇である忠愛天皇の妃だ。この神宮皇后が卑弥呼だとする説は、日本書紀に魏志倭人伝から引用された和の女王についての記述があって、そこには、卑弥呼と神宮皇后が同時代の人物だと思わせる情報が残されているからだ。確かに神宮皇后にはシャーマン的な素養が強くあって、神託を受けたり、
神がかったりしたという記録が残っているわね。そうだな。神宮皇后は、なかなかユニークな人だ。当時、従愛天皇は熊祖という土着の民と戦っていたが、神宮皇后は貧しい熊祖ではなく、もっと豊かな白木を攻めろという神託を受けて、それを天皇に伝えた。しかし、従愛天皇はこれを信じなかったから、熊祖の矢に撃たれて亡くなってしまったんだよな。神宮皇后は、再度神託を行ったんだが、前の神託は天照大神と琴城主、住吉三神からの神託で間違いないということを確認した。そこで自ら鎧を身につけて熊祖や白木を討伐し、さらには白木の隣国の高栗と百済をも従えさせてしまったんだぜ。それはかっこよすぎるわね。そうそう。まさに儒傑って感じだ。神宮皇后は皇后だったから、もちろん独身ではなかったが、従愛天皇が亡くなってからは生涯独身だったし、弟がいる点なども卑弥呼と一致している。卑弥呼神宮皇后説は、最も古くから唱えられているが、現在も強く支持している人がいるんだぜ。これだけ話題の多い皇后だから、卑弥呼と繋げて考えてしまうのも無理もないわね。最後の三人目は、大和と姫もそ姫の御事だ。舌を噛みそうな名前よね。ははは。古事記では大和と桃祖姫だな。この桃祖姫は、第七代皇霊天皇の娘で、やっぱり巫女的な存在だった。これは日本書紀の話だが、第十代崇神天皇の時代に国中で疫病が大発生した。疫病を治めるために天皇が占いを行ったところ、大物主の神が桃祖姫に神がかって、大物主を祀るように告げた。崇神天皇はそれを実施したんだが、効果がなかった。しかし後日、桃祖姫と他の神家たちが同じ夢を見る。それは、大畑猫と一子の長沖という人物を、それぞれ大物主の神と和の大国玉の御事の採取にすれば、天下太平になるという内容だった。早速、大畑猫を探したところ、彼は大物主の子孫だということが分かった。そこで、大畑猫と一子の長沖を採取としたところ、疫病が収まって国が平和になったというんだな。桃祖姫は生涯独身だったし、弟には以前の桃太郎の話の時に出てきた、吉備津彦命と、大吉備津彦命がいる。確かに以前見た系図と同じだけど、密かに桃祖姫もいたのね。そう、この通りだ。さて、次に二つ目の謎、邪馬台国の場所の話に移ろう。岸和神殿には、意外と詳しく邪馬台国への行き方が書かれている。それならある程度どこかわかるものじゃないの？それがそうでもないんだ。その記述の通りに移動すると、九州の鹿児島を遥かに越えた海のど真ん中にまで行ってしまうんだ。あらら、そうだったのね。だから、邪馬台国の場所については、研究者たちの間でもかなり異論が分かれるところだ。某有名大学でも、自分の学校の学説に異を唱えると、左遷されるなんて噂もあるくらいだ。おお、それは闇が深いわね。主な学説としては畿内説、つまり近畿にあったとする説と、九州説が有力だな。他にも、四国説やそもそも存在しなかったとする説なんかもあるが、ここでは畿内説と九州説について簡単に説明するぜ。まず、邪馬台国畿内説だが、中でも奈良県の三輪山近くにある、纏向遺跡を邪馬台国の都とする説が有力だ。纏向遺跡には、さっき出てきた桃祖姫の墓と考えられてる箸墓古墳がある。この古墳近辺から出土した土器の年代測定から、この墓がおよそ卑弥呼がいた3世紀くらいだということもわかっている。ほほう。一方、邪馬台国九州説では、九州内ではあることは一致しているものの、九州のどの地域か、という点では諸説が乱立している状況だ。九州説が根拠とするのは、中国の歴史書に邪馬台国が糸国の南にあると書かれていて、その糸国が福岡県内にあると考えられること。また、福岡県の久留米市にある祇園山古墳が、岸和神殿に記載されている卑弥呼の塚の規模や副葬品、死体部の形式に一致する、といったものがあるぜ。なるほどねー。それじゃあいよいよ、太古から口伝でのみ密かに伝えられてきた、もう一つの聖史とも言える。聖刀竹の内文書はこれらの謎をどう解き明かしているのか、詳しく解説していくぜ。ワクワク。聖刀竹の内文書はこう伝えた。まず、核心に迫る前に、ちょっと前提の話をしておきたい。何何？聖刀竹の内文書では、日本は古くから統治王と祭祀王のツートップで国を治めてきたと言っている。かつては、イザナギが統治王として国の実質的なところを治め、イザナミが祭祀王として神の神託を伝える役割を果たしていた。これは、後にスサノオとアマテラスに引き継がれていったのよね。そうそう。
このように太古より、男性が統治王、女性が祭祀王で巫女、という役割分担をすることが多かった。そして、統治王より祭祀王の方が立場は上だったんだよな。日本の初代天皇とされる神武天皇も、いわれ巫女という統治王の役職名を引き継いでいて、天皇即位後に妃として迎えた伊助頼姫を祭祀王としていた。しかし、以前の桃太郎の回で話したように、第四代伊徳天皇の時代に大規模な農業改革を行った結果、国が豊かになると、周辺国から狙われるようになってしまった。これで国中が、倭国大乱と呼ばれる戦乱状態になったんだ。そして、これは祭祀王に男性を擁立していたことが原因だったんだと言っているんだな。それで義士は神殿にあるように、卑弥呼という、女性の祭祀王を擁立することによって国がようやく収まった、というわけだ。なるほど。男性の祭祀王だと納得しない人たちがいたのかもね。おそらくそうなんだろう。じゃあ、時代背景が分かったところで、いざ卑弥呼の謎を解いていくぞ。おお。青銅竹の内文書の元になっている口伝、帝王棺によると、卑弥呼はさっき挙げた三人の中の一人なんだ。おお、誰かしら？卑弥呼、それは。それは？桃祖姫だおお、桃祖姫だったのね。桃祖姫の母親は、高原天皇の妃である、大山徳に荒れ姫の御事だ。この荒れ姫は、アマテラスでもある。アマテラスは太陽の御子であり、卑弥呼だ。このアマテラスが意味するのは役職名であり、継承名だ。また、この母の名前に含まれる荒れ姫のあれは、歴史と神道を司る役職名のことなんだ。古事記を口述した冷枝のあれのあれのことね。そうそう。男性はあれで、女性が荒れ姫だ。その荒れ姫の娘であり、アマテラス、イコール、卑弥呼の役職を継いだのが、この桃祖姫というわけだな。あれ？でも、天皇の在位期間からすると、神話のアマテラスの時代と卑弥呼の時代が一致するんじゃなかったっけ？そういう説もあるが、そもそも古事記には3つの嘘があると、青銅竹の内文書の伝承者である、竹内睦弘さんは言っている。一つ目は人の嘘、つまり系図を変えているということだ。アマテラスの夫である押穂耳が、子供の立場にすり替わっていたり、というやつね。そうだな。二つ目は空間の嘘、これは場所を本当の場所とは違うところに変えていることで。三つ目の時間の嘘では、時代をずらしているんだ。古事記では、天皇が何百年も生きたりしていることになっているし、竹内睦弘さんの祖先でもある、竹の内の宿根なんかも300年生きたことになっているが、そんなわけはない。そうよね。さて、その桃祖姫は高原天皇の時代、まだ少女の時に祭祀王になり、第9代開化天皇と第10代崇神天皇の時まで祭祀王だった。帝王棺では、崇神天皇の即位が220年、次の垂仁天皇の即位が254年としているから。ちょうど義士は神殿で、卑弥呼に神義和王の称号を送ったとする、西暦238年から239年と一致しているんだ。なるほど。日本書紀では、桃祖姫は大物主の妻になったとされているけど、古事記では独身っぽいわよね。それに大物主との結婚の話も、実際に結婚したわけではなく、神の御子となったと解釈できるかもしれない。そうね。そして、卑弥呼と唯一面会できた弟は、甥にあたる彦仏推しの誠の御子だ。この彦仏推しの御子は、仏の御霊の神の御子だった。仏の御霊の神は、神武天皇が統制した際、熊の呪術で混沌させられたところを救った、剣に宿る神様のことだ。彦仏推しの御子は、この仏の御霊の神を身に宿すことができる御子であり、荒人神でもあったから、アマテラスを降ろすことができる荒人神である、桃祖姫との仲介をできた、というわけだ。そして実は、桃祖姫亡き後、この彦仏推しの御子が次の祭祀王となったんだが、さっき話したように、それが原因で再び戦乱が起きてしまった。そこで、次の女性祭祀王を探したわけだが、そこで白羽の矢が当たったのが、豊だ。この豊は、崇神天皇の娘である豊助入姫の御子だ。お、まさに豊って名前がついているわね。そういうわけだ。次は、邪馬台国の場所だ。青銅竹の内文書によると、邪馬台国があった場所は、あった場所は？九州と畿内の両方だ。図工。一体どういうこと？もともと、邪馬台国は九州にあったが、畿内に移動した。卑弥呼はアマテラスの御子だから、邪馬台国は卑弥家族の国ということだ。それが神武統制によって畿内に移動して、大和の国になった。しかし、さっきの倭国大乱が発生したために、天皇はまた九州に逃げたんだ。さらに、以前の桃太郎の会に出てきた吉備国を制圧したことで、再び畿内に都を戻したってわけだ。
つまり、統制が2回あったということ？そうとも言えるな。倭国大乱が収束した時の天皇は光元天皇だが、光元天皇には国来の命という名前がある。この国来は、九州からもう一度国引きしたことを意味する。ほえー、そういうことだったの。邪馬台国当選説、つまり邪馬台国が九州から畿内に移動した。という学説を唱えている研究者はいるが、二度も移動しているという話はないようだ。確かに驚いたわ。卑弥呼にあたる百祖姫は、最初九州にいて、大和で亡くなる。さっき出た、箸墓古墳が百祖姫の墓で、卑弥呼の墓だ。豊、つまり、豊洲切姫の御事が卑弥呼だった時代も、邪馬台国は奈良にあった。まさに、さっき出てきた巻向遺跡が邪馬台国の跡地であり、桧原神社が中心の神殿であったというんだぜ。桧原神社は、三輪山を御神体として、大物主を祀る大三輪神社の説末者よね。その通り。最後に、どうして古事記と日本書紀に邪馬台国や卑弥呼の記述がないのかについて簡単に説明しよう。当時、最も力を持っていた権力者は、藤原の不比等だった。藤原の不比等は、名を歴史の師とも書くんだが、つまりは歴史を司るあれでもあった。だから、正しい歴史を知っていたはずだ。にもかかわらず、嘘の歴史を残した理由は、中国に対する警戒があったのではないか、と竹内睦弘さんは言っている。中国の皇帝は、不死の霊薬を求めていた。だから、日本の歴代天皇が中国人よりもはるかに長生きであり、大臣も300年も生きると示すことで、マウントを取ろうとしていたのかもしれない。あらら、マウント合戦だったのね。まあ、その当時の高度な政治戦略の一つだったのかもしれないけどな。というわけで、邪馬台国と卑弥呼に関する3つの謎を、青鞜竹之内文書を元に解き明かしてみたぜ。邪馬台国と卑弥呼については、学者さんの間でも長らく意見が割れている長男門みたいだけど、青鞜竹之内文書ではパッカーンと解き明かしちゃったわね。そうだな。ただ、竹内睦弘さんは、自分は学者ではなくて伝承者だから、伝承されている内容を伝えているだけだ、とよく言っていたな。なるほどね。いろいろ異論はあるかもしれないけど、これが真実だと伝わっているよ、ということね。そういうことだな。だからこの動画も、アカデミックな観点ではなくて、あくまでエンタメとして楽しんでもらえたら嬉しいぜ。今回もサプライズがいっぱいだったわ。じゃあ、今回の動画はここまでだな。もし動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。モチベーションアップになるから感想をコメントしてもらえると嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。